たまたま花農家だった主人と出会って、主人が農業に対する意欲とか考え方が素晴らしかったので、それに惹かれましたね。ただ主人も花に声かけることをしていたので、でもその感覚もまだ分からなかったですね。最初声かけて答えるっていうの今分かりますけど、それと今こういうストレスの多い世の中で、今でなくてもね、心を病んでる人たちも大勢いらした中で、お花を見て癒してくれる、そんなことが自分にとって の力になったかな。幸い食べる花がエディブルフラワーが22年3年ぐらいになりますかね、本格的にやり始めた時に試行錯誤していって、インスタ映えとかってあるんですけど、それには欠かせない商品になりつつあって、当初始めた頃もブームで終わってほしくなくて、実際日本でももう奈良時代から花が食べられてたという歴史があるので、文化になればなという思いでずっとやってきてるんですね。気づいたら必要とされる方が周りに大勢いたっていう感じですね。妊娠だったり出産だったり育児だったりっていうことは外せないでしょ。そこを働きやすい女性のための環境を作るのに、農業って一番いいポジションかなって思ってるんです。子どもたちに手伝わせながらの花植えだっていいわけだから、栽培用の土が積んである山で遊んで登ったり泥団子を作ったりって、それをしている間に私たちは仕事ができるわけだから、上層教育には土、花、米、田んぼ、泥んこの田んぼ、もうバッチリですね。結婚した当初になんでそう思ったか分かんないんですけど、農業ランド伊勢原構想っていうのが思い描けて、ここを拠点にして花を見ながら大山を眺められる、そこにコーヒーがちょっと飲めたりする場所がある、で周りには果樹園があり牧場があり体験農業ができる畑がある、そんな場所があったらいいなって、心を癒せる場所が必要かなって。